ようございます。ベイです。今回のキャンピングカー車中泊旅の舞台は日本一源泉数が多い九州大分県。温泉大好き夫婦は超多忙だった8月をなんとか乗り切り、少し遅めの夏休み、美味しい海の幸をいただいて温泉を楽しんで絶景を走り抜ける、もう最高の夏休み。しかし初めて体験するトラブルにてんやわんや。それでも夏の疲れを癒す旅、九州大分県3泊4日キャンピングカー車中泊旅、本日は大分県の旅最終日の模様をお届けします。よろしくお願いします。今私たちは道の駅長沼の長あれ何だったかな、何だったっけ、もう全然あほんまに何長湯温泉、うん、今私たちは道の駅長湯温泉にいます。で今夜はねここで車中泊させていただこうと思ってます。温泉はねもうめっちゃね、入ってんな今日。まあめっちゃって言っても2箇所なんですけど、大満足だったね。特に2箇所目のね、はちみつの湯。うん、はちみつの湯当てる？もう自信ないわ。もう、もう全然覚えられない。間違ってたらやばいな。その2箇所目のね、温泉がもうものすごい良くて、貸し切り温泉、で1時間、多分1時間なんか時間なんか言われへんかったけど、多分1時間だと思うんですけど、ね、1時間だと思うんですけど、1100円2人で、もう驚きの値段やったな。あとはまあキャンピングカーがね右斜め前に見えたんで、あれはちょっとね嬉しかったです。ただ単純に嬉しかったです。で先ご飯もね食べてきて、で今なんですけど、昨晩ねサブバッテリーを全部なくしちゃうっていうねアクシデントに、夜中に、それも夜中にあれなんかちょっと暑いなと思ってエアコン、あれエアコンついてないなと思ってエアコンつけようと思ったら全くどこの電気もつかなかったっていう、そういう状態でしたね。でそこから3時半やったなあれが。でそこから慌ててエンジン、まあエンジン道の駅でエンジンかけるのもちょっと気が引けたんで、もう走って次の目的地というか、まあ本当はね今日の目的地は別府市内をちょっと観光しようと思ってたんですけど、まあ別府市内はちょっと飛ばして別府市内なんで飛ばすねんって多分思ってある人いっぱいおると思う。別府ってメインやろって。でもまあ基本的には私たちは街よりも少し外れたところが好きなんで、関サバ館に行きました。であそこも美味しかったよね。美味しかったです、うん、でそこにもね RV パークがあったんですけど、うん、あの RV パーク高規格やな。もうなんかお風呂もあって泊まりたいなと思ったね。前海で、前が海でお風呂もあって、で食事する場所もあって、でもちろん電源もあるって言って、それでね多分ね1800円ぐらいだったんじゃないかな、安かったと思うんですよ。まあね、なんかいいなと思ったんですけど、まあ、今回はね、まあ、そこに、本来だったらその辺で泊まろうと思ってたんですけど、別府を観光してそこへ行くみたいな感じで思ってたんですけど、まあ、ちょっと半日早くなったんで、道の駅長湯温泉まで来たんですけど、でもあそこの滝、原尻の滝、塩尻の滝みたいに言ってたけど、原尻の滝も良かったね。良かったですね。大吊り橋渡れて、そうね、うん、あとは水車も綺麗だった。水車もね、綺麗、綺麗だったし、で結構ね思ってた以上に大きかったですね、滝が。ナイアガラとか言って、ああそうなんやと思ったら、なりました。それぐらい大きな滝でしたね。でまあそこでね車中泊とも考えたんですけど、まあ、ちょっと温泉にが近くに、まあ温泉は近くにあるんですけども、長湯、道の駅長湯温泉は周りに温泉ばっかりなんで、やっぱりこっちに行きたいなと思ってここまで来ました。この道の駅は
涼しいですね、うん、昨日の中津道の駅中津はちょっと暑かったわ、まあ、それでエアコン結局つけて、ナギがあの暑くて、はあはあ、言ってた。今ナギ下でも普通に寝てるから ね今日は言わないですね、うん、今ナギはねこう私 あの足の横にいるんですけど、うん、もう今は普通に寝てますね。今日一日は暑かったね。暑かったです。昼間暑かった。すっごい太陽ね、やたら喉が渇いたわ、今日は。本当になんか脱水症状にならないか心配で、ちょこちょこ ねあのお茶ねもらって、あの家内がお茶ずっとあの撮影するのに、私なんかもう撮影だってこんなんなっていくんで、後ろでお茶持ってついて回ってきてくれましたけどね、はい、あのよかったです。あのやっぱりああいう時のね、あの一生懸命なんかやって汗かいて麦茶ってうまいですよね。麦茶美味しいね。美味しいな。で明日なんですけども、明日はね、高原の方に行きたいなとは思ってるんですけど、瀬の本の方の高原の方に行きたいなとは思ってるんですけど、ちょっと起きてから考えようかなと思ってます。はい、じゃあコーヒー飲んで、今日はもう早めに、あ、ただいまの時刻言ってなかった。ただいまの時刻は8時33分ですね。で今日はね、もうちょっと2人とも、ナギもそうですけど疲れてるんで早めに休みたいと思います。なんせ昨日3時半ですからそのなんか予定外に早く起きたっていうのがちょっとね疲れましたね。なので今日は早めに寝たいと思います。ただいまの時刻は9時35分です。今日はもう早く寝ます。明日はまあ高原の方に行ければいいなと思ってるんですけど、ちょっと起きてからねまた考えたいと思います。今日も一日ありがとうございました。それでは寝たいと思います。おやすみなさい。いただきましょう。カフェで。カシャ。硬いな。硬いの。うんこ切って。こっちの方が、うん、柔らかかった。なんか盛りたてなのかな。なんか野菜食べてるみたいなこの話を。ガリガリしてる。あ、こっちもさ。ね、うん、ナギは野菜の方食べてて、野菜めっちゃ硬いね。シャーな音が、音が美味しそう。
はようございます。で、今は朝の8時ですね。結構朝早く起きたのに、うん、散歩したりなんかいろいろしてたら8時になっちゃいましたね。で今からですね、九十高原かな、黒川温泉とかがあるあたりだと思うんですけど、そっちの方にね向かって山を登っていこうかなと思ってます。でそこに山並ハイウェイそこに山並ハイウェイちょっと言われへんねんけど、山並ハイウェイ言うてみてよ。山並ハイウェイそんな言わんでよ。下回れへんねん、もう朝一やからね。山並ハイウェイに行こうと思います。そこが多分景色が綺麗なんじゃないかなと思うんで、通ったことあるかもしれないんですけど、まあ、行ったらね、ああ通ったなっていう感じになるかもしれないですけどね。まあ、そこまで行って、でそのあたりで、今日のお昼はお蕎麦を食べたいなと。お蕎麦ね、そのあたりはね蕎麦街道っていうのがあったと思うんですよね。でそこでね、もしお蕎麦食べれたら、今日のお昼はお蕎麦を食べたいなと思ってます。じゃあ本日もよろしくお願いします。瀬の本高原に着きました。標高が965メートル。なんでかわかんないんですけど、毎年ここに来ちゃう。今回はねここに来るつもりじゃなかったんですけど、たまたまね通ってた道にあったんで来ました。じゃあちょっとナギの運動したいんですけど、ここはねバイクがねすっごい多いですよ。バイクのなんか聖地みたいなのかな。だとねナギがもうまた大パニックで、ナギはバイクの音が全くダメなんですよね。最近落ち着いてたのにまたねギャーだ。みんなに元気元気って言われて、いや元気じゃないんだけどって。ドッグランがありました。でもちょっとね日がね、気温はそんな高くないんですけど、日が照ってると暑いんで、ちょっとだけナビ全然走れてないんで、ちょっとだけ走らせて、もうすぐ戻ります。はい、母ちゃん、それ何やってんの？ハゲってそれ太陽と逆やで。そうやろ。本当になんかバカげてるよな。走り方がまた超ガリマタやつで最後。
あと蕎麦屋さん、蕎麦屋さんかな、ご飯屋さんかな、はい、愛の瀬茶屋に着きましたね、はい、結構きつい下りを下ってきました。でこの近くに筋温泉があるんですけど、あの筋温泉ね、あの来る前に調べた時に行きたいなと思ってて、でも、まあ、別府の方にもう下ろうかなと思ったりもしてたんですけど、やっぱりあの筋温泉にこの後行こうかなと思います、はい、まずはその前に食事しておきます。じゃあ行ってきます。お蕎麦食べれるかな。あじゃあ雰囲気いいね。確かに雰囲気がいいです、うんうん、こんな感じのとこですね。雰囲気あるな。あ、母ちゃんこれ見て、美味しそう、うん、あ、いい感じ、いい感じ、いい感じですね。なんかいい匂いしてるな、出汁の。あ、ね、出汁のいい匂いがするほど。めっちゃ出汁美味しい。出汁のいい匂いがする。めっちゃすごい。美味しい出汁だ。うん。出汁だ。出汁美味しい。おそば、うん、ね、鶏がめっちゃ美味しかったな。あの歯応えがすごくて、噛みすぎてなんか、ね、顎が痛いのと、あともう奥歯にちょっと詰まった鶏がずっと取れなくてみたいなので、あのお出汁、お出汁が美味しかったね。出汁がねめちゃくちゃ美味しかったですね、うん、うどんとねそばとあって、あのどっちもあのうどんがメインのような感じかなと思ったんですけど、あのどっちもあのいいですよってあの勧められて、どっちも食べました。うどんとそばと。ざるそばはねあんまり前に表に押し出してなかったんで、ざるそばじゃなくあったかいのね食べました。美味しかったです。お出汁が美味しかったです。美味しかったです、はい、めちゃくちゃ。車もね止めやすいです、こんな感じで。広いです、うん、そうで、そうこれね、ねワンちゃんとね食べれるところね、まあ、こういうのいいよね。お外で ね、こういうのあるとね、たまたまねさっき来た時に先客の方がおられたんで、私たちは中で食べたんですけど、やっぱりワンちゃんとね一緒に旅してたらこういうところがあるとね本当助かりますよね。辻温泉着きました、はい、今止めてるのは公共駐車場っていうところに止めさせてもらってます、はい、であのね辻温泉の1階中に入っていったんですけど、ちょっとキャンピングカーでは不安だったので引き返して公共の駐車場って言って大通り沿いにある駐車場に来ました。大通りはね普通に広いんで全然問題ないんですけど、幅とかよりもねやっぱり高さが気になるんですよね。古い街並みとかだったら軒が出てたりしてちょっとね怖いなと思う時があるんで、今回はね公共の駐車場があったんでそこに停めて歩いていくことにします。ちょっと歩かないといけないかもしれないね。あ、行ってきます。散策しながら、はい、行ってきます。これは入れるんか、なんか入り口っぽいね。うたせ湯に入ろうと思います。で、ここでメダルを買うみたいなんですね。今メダルを買いました。はい、じゃあ行きましょう。はい。はい。え？これ、あ、そうか。あ、なるほど。これを入れて押すんか。よいしょ。よいしょ。一人でやって。もう意味不明。この狭いところで後ろから落ちてくるんですよ。もう一人ずつですよ。歩いた。はい、それでいいです。一回だけで、ね、はい、もう本当に怖いわ。はい、じゃあこんなとこですね。はい、まあ行ってみましょう。とりあえずね。はい、じゃあ行ってきまーす。母ちゃん、はい、打たせ湯。打たせ湯。どうですか。あ、なんかね。
結構痛かった、うん、水がね何本も降りてるんですよ。でそれがあのヒノキの浴槽があって、その向こう側にあって、ヒノキの浴槽の中に風呂、あのお風呂に入ってその打たせ湯に行くっていう風になってですね。でシャワーとかは一切ないんですよ、うん、もう打たせ湯だけ、うん、ヒノキの浴槽も大きくてあの入りやすかったです。すごく温度もねまあまあ高いかな。あ、そう。まあ打たせる自体はね全然あの高くないんですけど、あの浴槽に入ってたお湯はまあまあ高かったように思います。うん、はい。あの気持ちよかったです。でシャンプーとかは何もないです。うん、シャワーもないので洗うのはちょっと。まあ洗えないことはないけどって感じかな。あのシャワーがないから流せないので、うんうん、あのお水はねあるんですよ。あのでもお湯はないんです。お水の出るとこだけあります。ちょっと浸かるのにはね、うん、いいかなと思います。あのこの打たせ湯っていう感じです、うん、そうね、のオンリーこの打たせ湯オンリーであの行くのはいいかなと思います、はい、じゃあ凪のところに帰ります。ちょっとね坂を登らないといけないですけどね、はい、じゃあ行きます。今道の駅院内に着きました。あのだいぶね日も暮れてきて涼しくなってきたんで、ナギもねもう結構元気に。よし、どうですか？あっぱれ。大分の旅もねもうそろそろ終わりに近づいてますけど、あともう一箇所ね、妙見温泉っていうところに寄って、でその後にご飯もし食べれそうなとこがあったら食べて、高速に乗って、本州の方に戻るっていう感じですね。でまあ、あとここをね石橋の里って書いてあるんで、ちょっと見ていきたいなと思ってます。重たい、ない重たい、もう体重何キロなん、分かりますこれめっちゃ重たいんですよ。ちょっと大きくなりました、またもうそんなに大きく前からなってないですけど、でもこんな感じ。あ、大きいわ。大きいね。はい、よいしょ、はい、ちょっとじゃあちょっと散歩がてらに見物行ってきます。母ちゃん、はい、妙見温泉着きました、はい、結構雰囲気のいいところですね、うん、なんかあのね山の合いの中にあるんですけど、こんな感じでちょっと一見お寺さんみたいに見えるよね、うん、なんか入ってくるところがね、うん、大分県に入った時にここの温泉に最初来たかったんですけど、ここを発見できなかったというか、実際はあの前の道を通り過ぎてたんですけど、まあ、朝早かったっていうのもあったんであの来れなかったんですけど、あのやっと来れました。とりあえず大分県の旅の締めで最初に来たかったところに来れてよかったです。じゃあ行きましょう。特別室の家族風呂が空いてたので特別室をお借りすることにしました。土日は50分3000円ですね。特別室のどれやろ。宝です。宝、はい、これですね。どうぞ。うわ、ええ、すごい。え、これ全部、どういうこと。めっちゃでかいけど、あれ露天風呂もある。お風呂の方に動画撮影していいですかっていうふうにお伺いしたら、浴室も撮っていいっていうことだったので撮らせていただいてます、はい、ね、これがですね、これが
まず、うつ風呂。大きいな。で、露天風呂もあります。あ、痛い。あ、痛い。すごい。こんなお庭があってですね。すっごい。いやー、これすごいな。これすごいね、母さん。めっちゃ広い。お庭付き？うん。あ、住みたいな。うわ、すごいね。すごいよ。ここも露天。そう、露天風呂。それ。俺もなってさっき。夫婦やな。うん。すごいね、これね。すごい。めっちゃすごい。なんか、最後でよかったね。ね、最後でよかったかもしれないですね。あ、これは最後でよかったかもしれないですね。すごいいいお風呂ですね。めっちゃ広い。ああ、じゃあ、母ちゃん、はい。お風呂いただきましょう。大分県最後のお風呂になりますけど。最後のお風呂です。うん、じゃあ、お風呂、はい、行ってきます。母ちゃん、はい、お風呂。うん、すごかった。すごかったですね。本当にね、あの贅沢な気分を味わわせていただきました。平日は60分間を3000円でお借りできるんですけど、土日は50分間を3000円なんですけどね。でも、すっごい良かったです。本当に良かった。なんかね、もう、お庭も綺麗だし、でね、これ結構ね、あの、深いんですよ。深いんで、あの、肩までね、十分浸かれるお湯なんで、ただ気をつけてほしいのが、ここにね、段差があって、私たちは、夫婦揃って、ずっと、親指の爪と小指の爪、バーンみたいになって、で、私はなんとか一回で覚えたんですけど、この人は、毎回、あって、やってましたけどね。はい。あの、最高の、お湯でしたね。はい、良かったです。あの、おすすめです。本当におすすめですね。今回は長湯温泉でもね、はい、家族風呂ですごいいいところがあって、あの、お値段も安くて広くって、でたまたまですけど私たちは自分たちのキャンピングカーを見ながらお風呂に入れたっていう、はい、もう最高でしたけど、ここもすごくね、ここはちょっとラグジュアリーな感じかな。あの、長湯温泉はね、すごくアットホームな感じで、うん、あれはあれでね、私たちは最高に好きですけどね、うん、ここはね、旅の最後に夜にはちょうど良かった感じでした、うん、なんかいい気分で帰れるなっていう感じですね、うん、はい、じゃあ、凪のところに帰ります。
はい。何くれるんやろ。うわ、何？うわ、なんじゃん。何それ。わしわり。わしした。はーい。はーい。はーい。うわ、欲しい。欲しい。そう、欲しい、うまい、ななちゃん、これはお母ちゃん、にゃんの誕生日やでな、ね、にゃんの誕生日、なぎの誕生日始まったなぎの開けてあげよう、それ、うん、開けてもないんだけど、ちょっとビニールの箱だからあかんの、ちょっと開けてあげよう、うん、欲しい人、はーい、あーすごいね、すごい欲しい、やだけまねえ、このカバちゃん、あーどうぞにゃんちゃん、いやーあにゃにゃーあにゃーあにゃにゃ、うわーうわーあにゃーあにゃちゃん気に入ってくれて嬉しいわ、あーこれは気に入ったな、いやーすごいね、最初からちょっともう、うんうん、もうぶっ潰す勢いだね、もう今夜でぶっ潰す感じやな、ぶっ潰す勢いだね、本日もありがとうございました。おやすみなさい。